僕は触ってるかな ?Hey, you guys, thank you so much for checking out Christmas room.Blue もいるよ。Blue!、Oh, 重くなってきたよ。はいブルー、ありがとう。はい、ごめんね。<laughs> いや、見えるあれ。Black Mesa。Black m っていうのね、あそこポコンって出てるでしょ面白いよね。で、きょ皆さんにはね、ちょっと深いお話をできればなって思っておりますので、w o o o b l u e マイク。OK。 これ、ね、マイクつなげてるんですよ、こうやって、ね、で今日ですね皆さんにお話ししたいことは、ね、本音で生きていくっていうことをやっていくと何があなたをサポートしてくれるのかっていうことについてお話していきたいんですよね。これ結構深い、本当にわくわくするお話になるので本当に最後まで、ね、聞いていただければと思います。でね、今日ちょっと特別にですねあのビジョンプログラム のの、えー、お知らせもあるのでででぜひ最後まで、ね、聞いていいてければ本当に嬉しいです、right. so, you know, 今ちょっとホームページをアップデートしていてで僕のチームメートの、ね、ジョーダン君が、ね、なんかレター、ね、クリスからのメッセージっていうのをもらえないかなってそれをホームページに載せようよってでちょっと僕のメッセージっていうのを考えていたんですよで僕のメッセージね, What am I doing here? ね僕の、まあ、キャリアとかね僕の存在を通して ね、僕は今ここで何をしているかっていうとね本音で生きていくっていうことを試しているんですよね本音で生きるで本音っていうのはねほんまやねんみたいな感じの本音じゃなくてだか、ね、さ本当の音って書いて、ね、the true vibration あなたの本当の固有振動数っていうか、ね、ありのままのあなたとして地球で生きていけるのかっていうことなんですよ ね、これが今日のテーマになると思うんだよね,ねあなたっていう存在ありのままのあなたとして、ね、今日本にいるかもしれない、ね、世界のどこかにいるかもしれないんだけど、ね、この地球でありのままの本当のあなたとしてこの地球で生きていけることができると思いますか、ね、僕はビジョンプログラムってていうコースを通して ね、例えばあの僕の場合はすごいなんかあの辛い仕事なんかグレー企業みたいなところで働いていて本当に何か鬱みたいになっていてで生きている価値もなくて本当に毎日がモノクロですっごい大変,大変なサラリーマンをやっていた時期があって本当にこうやって生きていくのかって本当に迷っていたんですよね。でちょっとリスクを取って本当に自分がやりたいことを明確にしてみてでそれをやったら予測できない 大成功を経験したんですよね,ねも,うもうこの自分が本当にやりたいなっていうことを、ね、明確にしてやってみたら何が起こったかっていうと、ね、そのなんていうの経済的にも、ね、本当に大変な状態だったからすごいいい状態に変わって。 でそれだけじゃなくて YouTube っていうところで最初はチャンネル登録者、えー、と1人自分とお母さんとお父さんで3人でねであとちょこちょこ友達もいとことかもやってくれたんだけどで10人ぐらいでやってたんだけどでこれが1万人になったり、ね、でなんか自分がやっているところでなんかこの業界のトップの人本田健さんっていう方がね僕のメンターで1人いるんですけどもその人との出会いもあってでチャンネル登録者が YouTube で10万人いって。 ででもう20万30万とかねでそれだけじゃなくて、ね、毎週もう本当に毎月表参道でウェビナーセミナーをやることができたりとか、ね、本の出版とかもできたんですよね。で今引っ越しとかもやってこういう場所でもう本当に僕がサラリーマンをやっていた時には、ね、想像できないような経験人生の経験を私は 得ることがでできたんですよねででここで注意していただきたいのは今日のテーマは私が話させていただいているコンセプトはですね本音ででで生ききてていいくとととるここのかっていうことなんですよねでだから僕すごいでしょって偉いでしょみたいなそういうノンセンスっていうか幼い話じゃないんですよね。僕もっともっと怖い深い、ね、ところにこの話をねつなげようとしているんですよね。 ね、でどこが怖いのかっていうと本音で生きていくぞってなるとそんなの無理でしょそんなの危ないよやめときなさいっていうこの考え方が僕たちの頭の観念、ね、頭の中にある system っていううのがあると思うんですよね,ね,ねでこれはどういうことかっていうとね,ね例えば、ね、若い、ね、男の子がいるとしましょうよ女の子でもいいですよで社会人になりましたって。 で彼はねそのお父さんとかお母さんがいい会社に入ったねって言えるようなところに入社した、ね、で周りの人も「わこの子すごいね何々君すごいね」って言って、ね、学校の先生も喜んで、ね、友達とかも「いやよくそこに入れたね」ってでも実際に彼はねなんか都会の近所のところに都会のエリアに、ね、住んでで,で務所の収入もね20万とか25万ぐらいから、ね、サラリーマンをスタートして。で ね、通勤時間が1.5時間満員電車片道、ね、で言われたことをやらないといけない彼のステータス彼は部下だから上司が言っていることをや,やらないと怒られたり。 でアンフェアな上司とかねそういう人もいてでこれ絶対アンフェアだよねおかしいよねっていうのも断れないだから自分に嘘をついているという状態で,で本当はその会社を辞めてもっと自由なところもっと自分がやりたいところで、ね、働く、ね、長い時間の長い時間働くとかね,ねなんか週末も働かないといけないとか本当に家帰ってくるのが夜の11時半とかでもう帰ってきたら休みたい、ね、で会社のこと考えたくない。 で本当に土曜日になったらラッキーでも日曜日の夜の、ね、サザエさん病っていうかお腹が重くなってまた会社に行かないといけないのかってで彼は本当は辞めたいで家族と話してみたり友達と話してみたりすると何言ってんだよって、ね、もったいないよそんないい会社なんだから、ね、今辞めちゃだめだよ続けなよって、ね、でこの時は彼は本音で生きているのかなんで本音で生けないのか。 でもしこれがね10年とか続いていったらね今このビデオを見ていて本当に考えている人たちがいらっしゃると思うんですよね。自分のの人生生は本音で生きていけるのかっていうかその前だよね自分の人生は今本音で生きているのか本音で生きていますか もし本音で生きれるところがあったら僕はそれを試してみるといいんじゃないかなって本当に思います。でここで僕が、ね、もう一つの注意点っていうのはキャリアじゃキャリア キャリアを変えるとか、ね、極端に仕事を辞めるとか、ね、キャリア仕事っていうのは人生の一部の面だからすっごい大切なことだと思うんですよねだから本当に自分が辛い環境にいてやりたくないことを、ね、その嫌がらせの上司とか、ね、いじめみたいな環境でずっと働いているんだったらそれはおそらく正直言って長期的に考えてみると自分がやりたいこと自分がスキル自分のビジョン本当にこれで生きていけたら嬉しいよなみたいなところを見つけてゆっくりと、ね、今すぐじゃない。 て数ヶ月とかちょっとの時間をかけていってスイッチしていくっていうのはすごいグッドだと思うんですよねその道を歩いていったらものすっごいご褒美っていうかもう人生がすっごいすっごい大きく変わってくると思うんですよねね想像できないように人生は軽くと思いますでそこでそれが僕がポイント今この話のポイントじゃないんですよねねでどういうことなのかっていうと本音で生きるっていうことだから、ね 例えば、ね、結婚していてい、ね、自分の旦那さん自分の奥さんでもいいよ、ね、自分の旦那さんがが自自分分ややりたいいことをやらしてくれない、ね、自分の家族とかが本当はこういうことをやりたいとか本当は旦那さんに断りたいとかもっと自由に生きていきたいもうちょっとチビ旅行をやったりとかもっと人生を楽しみたいんだけど、ね、お前そんなの駄目だよって「何やってんのそれやめなさい」って言ってる旦那さんとか、ね、そのあの奥さんがいると。 でそういうところで本音で生きるっていうところもあるんですよね,ねだから全てがこのお金の収入とか仕事につながるっていう形ではないと思います。本音で生きるっていうのは、ね、自分が着たい洋服を着る自分が行きたいところにちょっと行ってみる、ね、本当は怖いんだけど断ってみるとか本当は怖いんだけどちょっとでもいいからやってみる。 別に飛行機の上から、崖の上から飛び越えとかそういう話じゃないんだよね。1ミリずつ本音で生きることができると思うんですよ。生き方は選べると思うんですよ。で、This is the question.Which path are we going to choose?Can we choose a path in the first place, right?Right? Right? この僕たちはその、ね、なんか山登りじゃないけど旅してるわけなんですよ、この人生の。で、道が分かれるわけでしょ。このまま同じように ね、怖いものを知って同じ問題と毎日付き合って同じ、ね、人生を繰り返して生きていくのかそれかちょっとでもいいから明るい光がちょっと照らしているところに入っていくのかパスっていうトレイルがありますよねトレイルが分かれるんですよでいつでもトレイルを分けることができるんですよね,ね,ね。それが僕の本音で生きるっていう意味なんですよね。 だから別に本音で生きて大成功するとかそういうそういうこととは全く違うことを僕は今話そうとしているんですよね。でこのメインテーマは、ね、このビデオの、ね、テーマにさせていただきたいところは「Will you be supported?、ね」「Will you be supported?」あなたは本音で生きていくっていうことを選んだらサポートされていけるのかっていうことなんですよ。 ね、最初の質問ね本音で生きていったらこの地球で生きていけることができるのかでもちろん仕事の面とかも入ってきますよでもその結婚の例とか恋愛関係の例とか家族の関係とかの例で生きていくことはできるのかっていうでここがちょっと飛ぶんだけどねこれは一人で生きていくのかあなたを サポートしてくれているフォースねこれあの僕はあのそのねあのこのユニバースって呼んでるんですよね宇宙っていうか宇宙で自然にした方が分かりやすいかもしれないんだけどね今これここアメリカなんだけど日本語で話してるからでこの間すごい良い本を読ませていただいてねあの「神様とシンクロする方法」っていう本を読んでてね もうう神様と魂っていう言葉があるんですよねで日本の方はね日本人の方はここ神様って言ったら違和感を感じないと思うんですよねここでアメリカでね,ね神様って言ったらうわークリスチャンかよとかうわーってなっちゃうんだけどね,ねちょっとこれ本当の深い話だから、ね、その宇宙っていうか人生っていうか、ね、神様はあなたが本音で生きていったらあなたをサポートしてくれるんでしょうか ね、こういうこういう場所にいると本当にありえないような大きい場所ね地球っていう場所を見てこの美しさもうこういうところも時間が止ままってますよねで本当に僕たちはこの奇跡の宇宙の中でいて星のまね本当に星のかけらであの太陽から全部エネルギーをもらっていて。 もし僕たちは本音で生きるべきだったらって。というか本音で生きていったらうまくいくんだ。もしそれが本当だったらどうかな。ねその怖い。ね自分がやりたくないこと断れない人そういうことを少しずつ断っていって本音で生きていくっていう人生を合わしたらね。 何が試されるかっていうとそれはダメだよそれは危ないよっていうこの恐怖の観念だと思うんですよね。よく言うんだけどね1,500年ぐらいの時にの時代で日本で生まれてきてあなたが農民だったらねどんなにあなたがダンスしたい踊りたい絵描きたいってなっても農民は農民じゃないとダメなんだよって、ね、周りの人にお前が絵描きたいなんて言っちゃダメだぞってそういうことを親から言われますよね。 隠さないといけないいいとけ自分の本音をでも今は時代としてもう呼ばれている人たちもいっぱいいると思うんですよその自分の人生が証拠になっているっていうかもう今本音で生きていけいくべきっていうか本音で生きていけるっていうのを選べるとで間違いなくその トレイルそのパーその道を選んでいったら自分には予測できないような本当に世界がひっくり返るような幸せ愛感謝思いやり経験成長自分が進化するもう違う人間になっていくみたいなそういうのが。 あるんじゃなないいかなって本当に僕は思います、ね、だからこの本音で生きていくっていうのは <laughs> 逃げるっていうことではないですよね。逃げるっていうことだよね。本当に自分の人生の信頼っていうか本当に自分の人生を確かめていくっていうかもし本当にサポートされているんだったら。 もし本当に大丈夫なんだっていう、それが本当の世界だったら、ね、I'll be worth the trip。いい旅になりますよね。Where are you going? どこに行くのホームに行くんだよって。Who are you gonna meet? 誰,誰と会いに行くのって。本当の自分とは会いに行くんだよって。ね。All right.So, thank you very much for checking out this video. ね、今本当に、ね、僕たちにはいろんなチャンスがあって本当の自分として生きていけるんだチョイス生き方を選べる、ね、いつもだったらこう答えるんだけど今日はこう答えてみようとか、ね、別に極端に仕事辞めなさいみたいなそういうなんかねそういうことではないからね別に辞めたいんだったら辞めればいいんだけどそこが目的で目的は本音で生きていくっていうことだからもし自分に嘘をついてるんだったらって言ったらちょっと確かめた方がいいかもしれないんだけど。 ね、そのちっちゃいところで、ね、今日今すぐ今からあなたは本当の自分として生きていくことができるからね、right。でねあの本当の自分っていうのはあのちょっと深い話でまたまたの機会で話したいんだけどその例えばその、ね、サラリーマンで。 例えば女の子でも男の子でもいいんだけど若いサラリーマンがその仕事を辞めたら駄目だよってお父さんが言ってるから周りの人が言ってるからってそれは本当の自分ではやりたくないこと、ね、それは本音じゃなくて嘘をついているって自分に嘘をついている。で、ね、でも本音で生きてていいくっていうのは 本当の自分として輝いていく、大きいお花として咲いていく、そしたらそのお花としてこの世で生きていけるのか、この世で生きていけるんだったらお花として最高な人生だよねっていうことです。Right、でねちょっとね最後にねえっ、ー、とお知らせがあるんですよ。えー、と僕はねあのビジョンプログラムっていうのを、えー、とこのね本当に6週間は必ずかかる本当に深い深いコースなんですよね。 アアッッププグレートアップデートデししました、ね、本当に数ヶ月春から時間かかったのかなあの全部のビデオとかを見てで新しいベーシックトレーニング25本の動画を追加したりとかでも,、ね、も,もっと新しいプラス、ね、15本の動画だからいっぱい新しくしてあのすごいアップグレードしたんですよね。でこのアップグレードされた、えー、っとビジョンプログラムをですね、えー、っと11月の後半から、えー、っと販売をするんですよね。 でですね、えー、とちょっと値段がねあの倍になってしまうんですよね、あのちょっと今はですねあの3万3000円程度で販売させていただいているんですけれども、やっぱりこのぐらいのすっごいワークとかも、新しい、ね、フェーズとかも入れて、本当にこの,なていうのかな焦らなくて、本当の自分として生きていきながら、自分のキャリアを、ね、変えていくっていうのが、本当に現実的になる。 ね、コースで,でこれを本当になんかおそらくなんか7万円から8万円とかで販売をするんですよね。でえーとですね今ちょっとあのこの後でこのビデオを見ている方には申し訳ないんですけれども11月14日2021年の11月14日までにはですねこの今のバージョンこれもベーシックトレーニングについていてねあのこのこアップグレードされる前もすっごいいいコースなんですよ。でこれがですね今3万 えと3万3,000円ほどで購入することができますのでもしあの本当に4,000人以上の方が、ね、このコースを受けて本当にあの、ね、あのこのコースを1回やると何年間もなんかあの自分が本当に。 決めた道っていうか本当に自分が住みたい道っていうのが明確になって不思議なすごいパワーがあるコースなんですけれどももちろん30日のねあの返金ポリシーっていうのがついていますので購入した日から30日の間はもうメール1本であの必ずあの全,全額返金っていうポリシーがついてますので,でやっぱりインターネットで学ぶっていうふうになると自分と合わないものは合わないからね別に合わなかったらやらなくていいんででも会う人にはねこれあの結構お得なお知らせなのでもしあのねこの,あのアップグレードされたやつ 是非、ねね、興味持っていただきたいんですけれどもあのちょっと興味がある方はね是非この今のバ,あのバージョンの。 あの販売を終了するまでにですね11月14日までにウェブサイトであの購入できますので興味がありましたらぜひチェックアウトしていただければと思います。a l right you guys, thank you so much でこの話いいなと思ったらぜひ、l i k e ボタンを押してで初めての方は、ね、チャンネル登録していただければ本当に嬉しいですこうやってねなんかヒーリング的なようなお話を、ね、させていただいておりますのでね、I would love to get to know you。a l right, thank you so much And will see you next week. Arigato. Thank you. Thank you.